皆さんはじめまして、本郷奏太と申します。僕は普段は俳優業をしていて、映画やドラマなんかにちょこちょこと出させていただいております。そんな私本郷がこの度 YouTube チャンネルを開設させていただくことになりました。僕自身もともと YouTube がすごく大好きでして、何年か前から必ず毎日 YouTube を見るっていうのが日課になっています。ここ最近いろんな YouTuber の方々と仕事でもプライベートでも一緒になる機会が多くて、楽しそうだな、自分もやってみたいなって思いがどんどん大きくなっていきました。でね、実はこの動画を投稿している2020年11月15日っていうのは、実は僕の30歳の誕生日なんですよ。もう30か。なので何か新しいことをしたいなと思って、この度 YouTube を始めることに決めました。で、チャンネルのコンセプトとしては、本郷奏太の日常っていう名前の通り、僕が普段オフの時にやっているようなことをしていこうかなという感じです。ゲームしたり、プラモデルを作ったり、友達と遊びに出かけたり、そんな感じのことをゆるく自分のペースで発信していこうと思っています。で、僕ね、すごく多趣味でして、映像編集も昔から好きなんですよ。なので撮影編集は全部自分でやって、本当にプライベートな感じのチャンネルを作っていこうと思っています。で、更新ペースですが、まあ本業は役者業をやっているので、更新は不定期という形になってしまいます。でもね、やっぱ何事も始まりが大切だと思うんで、年内いっぱいは毎日投稿しようかなと考えております。まあその後もね、仕事から家に帰ってくれば、それはもう日常ですから、たくさん動画を投稿していこうと思っています。バタバタと話してしまいましたが、とにかく自分自身が楽しみながらいろんな動画を作っていこうと思います。なのでぜひチャンネル登録をして待っていてください。じゃあ明日からも見てください。バイバイ。